あ、本当だ、グンドさん、今日の夜とかお暇してませんか？これお酒の誘いじゃん、これ。いや、違うだろ。どうしようかなって。どう考えても違うよ、ね、悩んじゃった、ちょっと。ね、そしたらなんか星川いてびっくりした、 3P かよみたいな。いやマジちょっと趣味悪いよお前。いや本当に星川は無理だって。星川いるとなえるからやめてほしい。いやバブ入れんなってカワセ。カワセのあだ名ってインポなんだ。そうだよ。違う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 、この前見た時インポだってびっくりしたよね。見てない、なんかやりましょうみたいなこと言うくせに立たないじゃんみたいな。そうなんだ、星川見た時すごかったけどな。え、カワセってもしかしてブス戦。ブスさん、きっつー。もう、いらないで。いや、ブス戦はまずい。まあ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 、穴があるや、なんでもいいもんね。いやいやいや、星川さんは可愛いじゃないですか。穴じゃないよね、ただの穴じゃないよね、星川はね。すごいよね。終わってる。まずい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 。星川の LINE の登録名、オナホにしてたじゃん。え、オナホってしてたじゃん。カワセ、カワセ、ほんと？してない、してない。まだまだ出会って2ヶ月経ってないよね。すごい、ひどい、そんなことするんだ。カワセのイケボしか聞こえない、星川。カワセ、イケボか。でもこの人誕生日の時俺のことイケボじゃないってディスってましたよ。星川さん。だってさ、ツンデレじゃんそれは。なんで言わせんのそういうこと。今のは、いやサラちゃんの方が可愛いよって言ってあげるべきじゃん。ああなるほどね。俺たちイケボカップルだねっつって。カップルではないね、ちなみに。なんか勝手カップルになってる。え、それはじゃあいいの、文藤先生さ、星川にさ、カワセ取られていいってこと。いやまあまあまあ、ネトリの趣味があるから、まあ、いいかなってここはあるんだけど。そうだったこいつ。そうなの。でもえ、いいの、私今カワセで正直今これオフコラボなんだよね実は。え、違う違う、え、でも待って、ゲームゲーム、画面画面画面、あれで星川今寝起きで、カワセ寝起きだよね今。寝起きやね、うん、だってさっき一緒に寝したもん星川。寝てない寝てない。待って、夕方にセックスして疲れたやつそれ。え、ちょっとそんな言わせないでよ。なんかごめんって。でもカワセ早かったからさ、いや、うん、つまんなかったんじゃないの、満足できた。え、早くない、結構頑張ってくれてたよ星川との時。あ、星川がブスだから行けなかったんだ。違うからね、違うから。あ、星川の締まりが悪くて。え、ちゅうちゃんの星川がやっぱ可愛いから長時間楽しみたいなってことで頑張ってくれてたんだよね、カワセ。ほん、え、なんかカワセ途中からさ、目閉じて私のこと考えてたでしょ、それ。いや、やっぱ軍の先生がブスだから早く終わらせたかったんじゃない。いやいや、そうなの。え、私の顔見たらすぐ行っちゃうもんね、カワセくんはね。かわいそう、カワセ、そんなもう軍の先生とやらなくていいよ。いや、星川の穴ってやっぱゆるゆるなんだ。だって。カワセ、カワセ、カワセ、なにこれ、もう一種の ASMR じゃん、これ。怖いって、目ついたこれ作品だって、これ。とりあえず出す俺らで。出したら売れるかもしれない、これもしかしたら。